はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ということでね、唐揚げ弁当ワングランプリ第2回ということです。まあ、第1回からもう、まあ、見てる通り続きで撮っておりますので、そのままどんどん行きたいと思います。今回やってくるのはこちらですね、満足唐揚げ弁当ということでございまして、ちなみに今ね、言いました、詳細、ルール説明はね、唐揚げ弁当ワングランプリのルール説明は、競技説明については第1回の方を見てください。10分前に喋ったことをまだ1回説明する企業は入ってない。なぜなら、まさか、こんな続けざまに唐揚げ弁当を2種類あると思わなかったんだよ。同じお店に唐揚げ弁当2種類とか、それは反則だろうということなんですけどね。まあ、あった以上はね、これはね、やはり食べ比べをしないといけないということでね、早速食べていきたいと思います。ということなんでね、焼酎用にね、取っとかないといけませんからね。では、いただきます。いただいていこうと思います。これやらないと一応ショーツの方しか閉まらないですからね。わあ、なるほどな。こういうパターンか。写真のっけとこうかな。よいしょ。ザクラドカメの下ですね。これね、もう第2回にしてなんか言ってた企画と崩壊してないかって、ね、思ってる方もいらっしゃるかもしれません。私も十分思っております。何言ってたかというと、丼物は、この唐揚げ丼は、企画の対象外だよって言ってたんですよ。言ってたのに、早速もう、ほぼほぼ丼じゃねえか、これっていうね、やつが来たんですけどね。これまた食べ応えあるな。レモンどうしようね、半分かけようかな。レモンもちゃんと入ってますね。種付きだ。レモン絞ったらどこに置くのか問題、これがね。あ、別にここから取ればいいや。別に後々のすぐに食べようとかタイムアタックやってるわけじゃないですからね。ではいただきますってことで取っていきましょうね。さあ、こっちは唐揚げがドンと乗ってるね。何個乗ってるの？ 1,2,3,4,5,6,7,8 個も乗ってるよ。でも唐揚げとマヨネーズ、わかりやすいね。ザ・シンプルいただいてきました。唐揚げは、あ、こっちの第1回の方で食べたのと後ろ唐揚げでしょうね。特に物を変えてるとかはなさそうです。で、8個乗ってます。お値段一緒、390円ですかね。ご飯の量はそこまで多くないですね。別にもうタイムアタックじゃないからね、こんな感じでね、鳥の中でやっちゃってればいいですからね。で、あとはもう早送りでキュン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 回せばいいんだよ。で、まして今回別にこっちに撮ってもいいんだ。今まではあれとね、タイムアタックだったんで、ストップウォッチとね、連動させないといけなかったんで、音合わせをする兼ね合いでね、スマホ同士で連動させた方が良かったんですけど、別に今回がそんなしてくるもないんで。で、こっちは、あれとかもなしですね。梅干しとか、そういうのももう徹底的に省いて、なんかでもその分唐揚げが3個プラスされてますからね、大きいですよね。マヨネーズもある。がっつり系だ。マヨネーズつけるとめちゃくちゃ背徳感すごいですね。私普段唐揚げにマヨネーズはつけない人なんですよね。塩コショウとかね、レモンは絞るんですけど、マヨネーズ自体がね、大人になってから食べるようになったやつなんで、なのでちょっとマヨネーズがあるとちょっと重たいかなって感じがするんですけど、まあでもがっつり行きたい人にはめちゃくちゃありがたいと思いますこれ。どうだろうな、これチンピンっぽいけどな。まあでも別に考えてみたら、卵と油で作ってるマヨネーズと、卵の生みの親である鶏と油で作ってある唐揚げですからね、相性はいいですよね。
つけると結構やっぱ重たくなるかなって感じですね。ご飯がちょっと足りなくなるかも。ラスト1個。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいだよ。さあ、ってことで早速2本取り終わりましたけどね。はあ、もうねえ、なんだろう、お腹いっぱいだよ、もう。まさかここで2個も、しかも最後のやつどっちかっていうといわゆるボリューム系のやつだったんで、 2個目が、うわ、これはなかなか食べ応えありますね。まあ個人的にはな感想でいくとうまかったしいいですねっていうところで、多分賛否両論分かりそうなのはレモンかな、レモンとマヨネーズのところかな。うちは個人的にそのマヨネーズがあのそんなに大好きな食べ物ではね、まだないので、まあまあまあ別に食べれんことはないけどねっていう感じなんでね、やっぱつけて食べると、まああれが美味しいよってなる人もいると思うんでね、なんならその普通のお弁当が置いてあってね、こういったガツ盛り系を行きたい人って多分ガッツリ食べたい人なんで、逆に言うとその多分マヨネーズをつけるっていうニーズには合ってると思うんで、いいとは思うんですけどね、いいと思うんですけど、個人的にはそこのところにちょっときんぴらごぼう的な、そういうものがあって持っていい、いいかなっていう気は、する感じがあったのかな。でもまあ一般的な人は多分ああいうのを食べたい人だったら普通の弁当買えよって話になってしまうんで、一緒の値段でありますからね、ですし、あとはまあレモンは個人的には嬉しいところなんでですけど、多分あの手が汚れるし置いた、ね、絞ったやつどこに置いておこうっていうふうになっちゃう人とかも、いると思うので、そこのところが分かりそうかなってことで、うちはレモンあり、マヨが他の副総菜、ちょっとしたね、副総菜と、より嬉しいかなって感じがします。それはまあ満足感すごく高いです。完成度も高いし、なんせ唐揚げ8個入ってましたからね、多い。で398円はもうこれはもうボリューム感も圧倒的になるんで、もう基本的にもうめちゃくちゃいいと思います。ということでね、今回のはこれの感じだったよという感じでございますね。でまたおいおいと、よいしょ、どうしような、結構時間も時間になってきたし微妙なんだよな。いやでも行こう、当初予定してたあそこに行こうかな、あのいなべにある、いなべに吉津屋まで行って吉津屋で、唐揚げ弁当買おうかな。まあ途中でなんか気になる唐揚げ弁当売ってそうな、なんだこれっていうところがあったらね、ちょっとそこなんかにも、寄ってみたいかなと思います。まあそんな感じで行きたいと思います。まあとりあえず第2回はこんな感じで、第3回までの間はまだサブチャンネル多分流れてるかなんかで流れてると思いますので、どうぞまたそっちのサブチャンネルも見ていただければと思います。ということで一旦この動画締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回へ続く。でちょっと時間置かないと無理よ、さすがに弁当もうこれ2個はね、あ藤谷の大甘巻も後で食べるから、あの雑談の方で食う、雑談で焦点で食うわ、よし。